うわー、ただいま、ハルオセキーニョです。いや疲れました。いやいや疲れました。もう12時になるんやけど、夜の今日まださ、ゲンジパイとさ、チョコ2つしか食べてなくって、本当にもう電池が切れてて、もう電車とかこんなんやった。ナチュラルハイになるぐらい、ちょっと今日はぐったりしておりますが、コンビニで美味しそうなものを買ってきたんです。ウニのクリームパスタ、イエーイ。やっぱさ、私さ、夜の方がテンション高い気がする。多分さ、いつも朝動画撮ってるからさ、夜のこのハイテンションな感じがすごい痛々しいと思うんですけど、コンビニのパスタの中では結構リッチなんだと思うんやけど、コンビニでもウニのクリームパスタが食べられる時代なんですね。美味しそう。いやー、やっとのご飯じゃよ。ごめんね、今日は淡々とご飯を食べるよ。匂いがね、もうパスタ屋さんのパスタの匂いする。ウニ、いただきます。今日一日日付が変わる12時にして初めてのご飯になりそうです。いただきます。え、待って、全然大してそんなに美味しいわけじゃない。まずくはないよ、そりゃ。こんなお腹ペコペコやったら何でも美味しく感じるはずやのに、麺が全然美味しくない。あのスパオの麺わかる？インスタントのパスタの麺の感じ、あのバツバツ切れていく感じ、もうこれはもうなんていうの、もう何の抵抗もなく歯でバツって切れるような、そういう系の麺です。美味しくないことないけど、ネットとかに取り上げられててすごい期待しちゃったから、すごいショック。さっきまでのうちの盛り上がり返して。イエーイ、いただきます。いただきます。ミリーマート麺すごい、マジでスパオ、いやスパオが悪いっていうわけじゃないけど、600円でスパオを超えられないっていう、フォローするとしたら匂いがすごい良かったです。以上です。私と同じ犠牲者をもう出したくない。あの盛り上がりからのこの落差、イエーイが屈指です。ごちそうさまでした。最初からただのクリームパスタって言われとったらこんなにもがっかりしなかったはず。しかも美味しいと思ってたかもしれへん。なんかさ、よくさ、トリュフ入ってるんやでって言われてさ、ふわーと思って食べたら、これがトリュフかみたいな感じになる感じ、そういう感じなんかもしれへんね。あの決して多分まずいわけじゃないんですけど、期待しすぎはよろしくないかと。ではまた明日も見てね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。一つお願いがあります。スマホのみんなはここのチャンネル登録ボタンをタップ、パソコンのみんなはここのチャンネル登録ボタンをクリック。ツイッターをやってるそこの君、アサギーニョのツイッターもぜひフォローしてみてくれ。そしてコメント、グッドボタンをくれると、アサギーニョは今日もぐっすり眠れるのです。じゃあまたね。あー、夏の終わりにな、そうめんにしようかも迷ったんやで、自分で言うがいてな。けど今日は全然ご飯食べてなかったし、疲れたし、夜も遅いからこれにしようって思ってさ、ウキウキワクワクしながら帰って、これはぜひ動画を撮ろうって、そんな風に思ってたんです。